ただいまから岡田浦漁業協同組合さん主催のおもち祭を開催するんですけれども、その前に、まずお越しのお二方からご挨拶を賜りたいと思います。衆議院議員の谷川先生、そして仙台市議会議員の田畑先生です。皆さん、改めまして新年おめでとうございます。住民小衆議院議員の谷川智です。皆様方におかれましては健やかに新春をお迎えられたことと喜びを申し上げる次第でございます。昨年はですね、台風21号でこの仙南市をはじめ泉州地域本当に大きな被害を受けました。私もですね、今年1年最後の一人が元の生活に戻るまでしっかりと支援をしていきたいというふうに思っております。昨年は本当に災害の1年となり、瀬戸を表す漢字が災と災いという字でした。古来からですね、災い転じて福となすという言葉があります。今年1年ですね、災いから福に転じていただきまして、1年が素晴らしい年となりますことをご記念申し上げまして、岡田浦漁業協同組合さんのこの恒例のお餅巻きをさせていただきますので、皆さんいっぱい取って福よくしい1年をお過ごしください。ありがとうございました。皆さん、新年明けましておめでとうございます。地元の地震が市の仙台の市会議員の田畑仁志です。この1年がですね、皆様方の幸大きい1年でありますよう心を込めてお持ちをおらせていただきます。2019年も一生懸命頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。